こんにちは風花未来です今回は自分力の向上ということとについいいてお伝えしたいと思いますこのページはですね風花クラブの説明ページなんですけども風花クラブの目指すのは自分力の向上と。まあ自分力というのはトータルヒューマンパワーとか人間力と言ってもいいんですけれども。 まあ要するにですねまあ私の専門分野である言葉だとか文化文学とか映画などを学ぶことによって感性思考力発想力企画力表現力などを養い前政治力を高めていただくと前政治力の政治というのは政党政治を意味してもいいしまた自分自身のことですね自分の潜在能力を引き出す自分の行動をコントロールする。 社会や他のためになるる表現力をアップするそういういことですねですから政治に興味のない方でも構いませんし政治に興味ある方でももちろん OK ということになるわけです。でそう申しましても実際にどういうことを学んでいくんだという疑問が残ると思うんですね。で、まあ これは風花クラブ』会員様限定ページに入ってきますけれども、まあ、ここに配信した動画はこちらにリンクを貼ってきますで、まあ、推薦図書があり、まあ、推薦ページ、まあ、ここで詩が無料で読めるのとあと推薦私が推薦させていただいている映画があるとで、まあ、そういうことを学習しながら、まあ、楽しみながらですね 自分力をアップしていただくということなんですけどもで今日レジュメを用意しまして、まあ、これは「政治チャンネル」で一度使ったレジュメなんですけども「リベラルと保守イデオロギーと思想と」と、まあ、要するにこ,れのこういうことを語ったんですけども、まあ、今日あまり政治的な難しい話はするつもりがなくて、まあ、私が語ってるのは「リセットビルドアップと」と1回 まっさらな地平というかステージを真っ白にしてゼロベースから組み立てていく建物を積み上げていくというようなそういうような発想でやっております。まあ、そのためにもまさにですねあの個性固定概念を捨てるとかといってもそれが実は非常に難しくてあの専門的な勉強をしないとできない人がほとんどだと思います。まあ 詩を読んだりしてまた自分で詩を書いていらっしゃる方はまあそういうことを学ばなくてもできるかもしれませんけれどもまあえ本当にこれ,これはあの勉強していかなきゃできないことではないでしょうか。ということで何が言いたいかというと少しまあ政治の世界まあ右も左もない時代になってきたと言われてるんですけどもそう言いながらも。 ととリベラルののの分断いいうのかなこの溝は深いわけですよねじゃあそれをどうやって溝を埋めていくかということになるんですけどもでその時にまあ左のことをリベラル右のことを保守とまあ言われてきたんですけどまあ右とか左っていう言葉を使わないようにする時にはまあリベラルと保守という言葉を使うまあ私もリベラルと保守という言葉は 使ってます。で、保守とは何かって言った時に。まあ今日はざっくりとですね。あまり難しく考えないで、簡単に、えー、ざっくりとで直感的に感覚的に分かっていただければいいと思います。ちょっと読んでみますね。保守とは真に国民が愛するべき、伝統、文化、美意識などを継承する姿勢、国民の命財産精神の尊厳を守る姿勢を指す。一方。 価値の多様性をも認め、限定した価値観によって国民を決して支配しようとはしない。現在と未来における国民の幸せを叶えるために常に創造的進化を目指す姿勢を意味すると。まあ簡単に言いますと、まあ保守というのは伝統文化をですね。良きそういうものを守っていく、まあそれは保守っていうことでイメージ的にも簡単にわかると思うんですね。 でまあ、あのそういうことなんだけれども今は昔と違って例えばですよ分かりやすく言っちゃうと戦前は、まあ、天皇陛下万歳みたいな感じでお国のため命を落とすみたいなねそういうお国のためというような一つの、まあ、それが天皇陛下荒人神みたいなねそういうようなもので一つの価値観でえ枠にはめちゃうと国民を。 で国家総動員法みたいなそういうような一つの価値観で全部塗りつぶしてしまうそれを強制するような時代ではもちろんないですよね今はですから価値の多様性を認めると非常に大事にしてほしいものは大事にしていきましょうよと、あのー、提唱するけども一方で全,全員がそうでなきゃいかんというふうではないということですよね。 まあ、限定した価値観によって国民をし決して支配しようとはしないということですねで現在と未来における国民の幸せを叶えるために常に創造的進化を目指す姿勢を意味する、まあ、創造的進化ってここ出ましたけど今日実は今日のテーマは創造的進化ということについてお,お伝えしたいんです。 まあ要するに保守,保守というのは古き良きものを守ってそれを継承していけば例えば皇室でしたら、えー、万,万世一系ね男系男子継承男系継承でいきましょうよっていう、まあ、それをずっとあの継承してそれを守っていくということは、まあ、日本の歴史からすればそれは正しい考え。 だともも言えるんですけれどもただ例えばそういうことだけで日本人というか国民が幸せになれるかというともう時代はどん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 変わっているので古き良きものを守,守っているだけでは幸せにならないとだから保守っていうのは国を守り国民を守るためには常に進化しなきゃいけないということですよねそれを私は創造的進化って言ってます。これは テクノロジーだとか技術だとかいろんな科学だとかそういうものの進化あのというよりも人間が創造的に進化するということを私は強調したいんです。もちろんいろんなテクノロジー、科学とかそういうのも含めていいんですけどもむしろ人がですね精神的な面,面というかクリエイティビリティというかそういう,そういう意味で 総合的に進化しなければ国も国民も守れないという意味です。でじゃあ一方リベラルって何かというと個人の自由と価値観の多様性を重んじる姿勢これはまさにリベラルですね価値観の多様性自由ね一方国民の共有財産となる伝統文化も個人の自由を妨げない範囲内で尊重する姿勢を示すととですからリベラルいうと。 何でも自由でですね伝統文化そういうのも関係ないと皇室も関係ない歴史も関係ないなんて言ってはそれはやはりあのまずいんですよね。何でも自由であの伝統文化も全部捨てちゃえばそれで楽になっちゃう、まあ、そういう生き方もありますよあるけれどもあの政治的にはもう極端すぎると。 それでまあ国民のなんて言うんですか共感は得られませんよね全部伝統文化とかそういうもの全部否定してしまったらですからあの個人の自由を妨げない範囲内でいいものは尊重していくとで国民の命と財産を守る視点も重視するとですから国防安全保障外交安全保障という面もリベラル 当然なんですけけけれれども上一しななばいけないで最後の人形は同じです,同じですリベラルも保守も現在と未来における国民の幸せをかなえるために常に創造的進化を目指す姿勢を意味すると。で今日のメインテーマ「創造的進化」という言葉についてお伝えしたいんですけれども。 えー、ここのページに戻りましてまあ「日本の名作詞」というのがありましてここに私がまあ厳選したというか詞をずっとかなりの数ありますよこれまあ時間が1日1個でも2日に1個でもいいです少しずつ読み進んでいっていただければですねいろんなワークショップとかセミナーの時にもこう感想をお聞きしたりできるので。 で何を言いたいかというと日本のこの詩これはここに挙げられてるまあ例がありますけどほとんどが近代詩と言われていて昭和初期ですね昭和,か昭和の初期要するに戦前までの詩がほとんどなんですその期間が本当に日本の詩というのは全盛期だったとでもう一つ じゃあ1950年代の映画,という映画というのは黄金期と言われて素晴らしい作品が出たとじゃあこういう作品をよあの見ていっていただいてこれも本当に。あの いいいいっぱい感動しててただいてですね1950年代まあ名作作品として純粋に楽しんでももちろんいいですしその1950年代戦後ですね戦後から日本が復興していくとこの時の日本の風俗みたいなのも描かれている場合が多いのであのそういうことも見ていただきたい。それでじゃあ何が 飾らない言いたいかというと、先ほど創造的進化って言いましたよね。じゃあこの1900あの昭和初期戦前までの現代史、あと1950年代の日本映画、あの私はもう世界一だったと思うんです。水準的にレベルクオリティにおいて。で、じゃあ今の日本はどうか。2019年のもう年末ですけども。 想像的に進化していますかということ。もう分かるかと思いますよね、体感的に。想像的に大化しているんですよ。これは間違いないと思います。というのはもう死に限らず文学にしたって、まあ、小説においてじゃあ夏目漱石を超える作家が出てきているのか、また死において長原中や宮崎 宮沢賢治を超えるような詩人が出たのかそれは新しく出てきた作家の方を貶としめるとかそういう意味じゃなくてもう時代がどんどん変わっていって創造的に進化するのではなく創造的な意味において退化しているのが日本人であるということはあの共通認識として持つべきではないかと思います。まあ、体感的に持っていらっしゃる方 多いと思うんですけどね昔の作品は良かったなとか昔の文学が面白かったなとかね小説は面白かったとかそうおっしゃるのはまさに想像的な意味において大会しているからなんですよね今の。でじゃあどうしてそうな,なってしまったのかという言えばあのやはり戦争というもの死においては戦争というものの影響が大きいでしょうね。 やはりあの戦争に負けてしまったと、まあ、日本初めてですよねそのあの外国に占領されてしまったというのは進駐軍というか GHQ に占領されまして7約7年間といわれてますよね。その傷跡は、まあ、戦争に負けた傷跡も大きいしいろんな言論統制だとかそういうものをされてあの日本的なものをこう 壊していいこうというと、ね、そういう洗脳的なものも行われたのであの日本弱体化計画ですね弱体化という弱い体力を弱らせると書きますけども弱体化計画のもとに戦後ですね経済的な復興は成し遂げたけれどもあの結局文化,文化的な人,人間力というのかな創造性においては あの知らぬ間にというのかなどん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 こうどんどんとですねやはり衰退して、えー、の退化してきたっていうことですねまあもう一つは、まあ、GHQ の洗脳教育とかそういうのあったあと戦,後のあの戦争の傷跡もあったでもう一つはやはりマスコミの発,発達っていうのは大きかったと思いますね。でふとね忘れがちなんですけどもじゃあ日本近代史 書いいてててたた人っっテテレレビビ見ななんんでですすよよの時代もう今私たち想像できない私はもうテレビ捨てましたけれどもまああんなものはくだらないと思って捨てたんですけれどもあのまあそう言いながらでもネットでもテレビ番組のそういうのはアップされてるのを見れるわけですし情報はむしろプラスネットが出たことでテレビ捨てたとしても情報はもう 減ってはいないですわね情報の量はねで、そういうふうなことで情報がふ増えすぎたということは大きいと思いますねですからまあ、皮肉ですよね情報が少ない時の方があの、人間というのはいい作品というのかな文化的にはこの法順だったとか豊かだったわけですよねまあ、戦後のあの 1950年代の映画でもそうですまだテレビが出かけて NHK が放送になったのは何年でしたかねもうとにかく1950年代っていうのはまだテレビの,あの時代ではないですよね映画映画が本当に貴重なというのかな娯楽の王様だった時代があったわけでまあその後テレビにとって変わられるそれによって映画も衰退していったわけですよね。 ただ私はその近代史と1950年代の映画をどうして強調するかというと素晴らしい人間力がそこにあるんですよね日本人のこんなに日本人って素晴らしい力を持ってたのかということを思い出させてくれるというのかな再発見できるんですよね。そういう意味で私はあのこの創造的進化でもう退化してきたけれどもでも意図的に。 私たちが認識してこれこれこういう対策を練ってこういうことをやっていけばもう一回創造的に進化していける可能性はあると私は思ってます。ですからそのことを一緒にやっていきましょうということをあのお,お伝えしたいんです。当然のことながら政治もですね良くなっていかなきゃいけないという時に政治を語るにしたってあの人間力とかも,も,ものを見る目だとか 判断,判断力ですねそういうものがなければ誤ってしまうので、まあ、そういうことも含めて、えー、私はお伝えしていきたいと思っております。でここへ戻ると一番最初に戻ると感性思考力発想力企画力表現力ってありますけどまずはですね自分で感じ取る豊かに感じ取るっていうことですね。そしてあと 自分の力でで考えるということですよ、ね、まあそれがあの詩と映画に別段限るわけじゃなくてあの評,評論というかあのおすすめの本だとかあと小説短いものならば読みやすいと思うんでそういうものでよ持ってですね自分力をアップしていきましょうということを申し上げたいと思っております。 ま,あまだ2回目なのであまりこう詰め込んでもあのいけないと思うので少しずつあのこういう感じでやっていいいきたいと思いますもちろんこういった政治のことを政治を見る目こういう判断するという力を養うということはやはり人間力を高める上でですね大事だと思ってます。まあ、最後に一言だけけですすども要するに 政治に無関心だったわけですよね戦後経済がどんどん良くなっていく中であの学生運動っていうのはありましたけどもただもう日本人全体が政治にすごい興味を持っていたか関心がか高かったかっていうとそうでもないわけで,で今政治への関心がですねネットを中心にまた高,高くなってきてますよね。でやはり政治 全く無視してしまったっていうことも人間を創造的に退化させてしてしまったのかもしれませんしねだそれも含めてあのご一緒に勉強していきましょうということであの頑張っていきますのでどうかよろしくお願いいたしますはいあのこういう感じであともう一回ここへ戻るとまあ今日この動画もですね この次にリンクを貼,り貼っていきますので少しずつ増えてきますのであのこのページはあのいつ入会されてもあのこのページからあの閲覧できるようになっておりますのでご安心ください。はい、ということで今日は「創造的進化」という言葉とあと「自分力のアップ」と絡めてお伝えいたしました。 はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。